北木島に行く直通の便ですね。今日は原さんと沖ノ島に沖ノ島じゃなかった北木島に行こうかなと。伏越港から北木島の直通便があるので、だいたい1時間ぐらいで着くそうで、ちょうど原さんと、まあ、ちゃんけさんと沖ノ島行って1年ぐらいですね。なんかちょっと懐かしいなと思いながら行ってるんですけど、なんか思ったよりね、この8時ぐらいからお客さんもいて、外国の、ね、方とか、なんか一般の、ね、島の方が乗せたりとか、なんか結構賑やかな感じでね、はい、ちょっと楽しみです。まさかのまさかで、お疲れ様です。お久しぶりですね。今日なんかイベントで、はい、なんか来たんですけど、すごいなんか島の祭り感が、地域密着というか。タコがツヤツヤってうなっております。上に着いた。うん、上に着く時もある。ここですか？ここです。
仕切り場ですかね、なんかすごい石が。もうちょっとですかね。ですね。ああ、なるほど。あの、くぐっていくみたいな感じなんですかね。固定かよ。もう自転車の撮影ほとんどないんで、もう要はもう車みたいな感覚で乗らないとダメってことですよね。
ですよね。犬飼ってんすかね、そんなに。なんかその癖的になんか車が来るんじゃないかっていうようなね感じなんですけど、全然来ないですね。ちょっと中入ってみます。やってないですね。廃墟ですね。
え？ああ、そうですよね。昔は堺だけど、やっぱり世代交換。石需要がね。町みたいな。おお。お。ですね、ほぼ。住んでないですね、これ。これショートカットの道なんですかね。結構大きい町ですね、あれ。
あ、けど。ねえ。うわ、すごっ。ちょっと歩きません？一瞬。あ、そこ飛びましょうか。なんか公園。なんかね、気になるあれがあったんですよ。レンガ、レンガの珍しいと思うんですよね。よし。まあちょっと旅館とか多いですね。旅館っぽい感じの。なんかあれなんですかね。なんか参勤交代とかそういうので寄港地みたいな感じだったんかな昔。ね、あれも絶対旅館系の。建物。神社が諏訪神社、商店みたいなありましたよね。はい。あ、じゃああのレンガのやのが諏訪神社っていう。うん、かもしれない。結構有名なんです。いや、なんか一応あのマップには書いてある。珍しいあれなんですかね。やってないですね。
この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。